ゆっくりとストロークを覚えよう。後編です。使うストロークです。弾き方は、ゆっくりとストロークを覚えよう。前編を見てくださいね。では、曲に合わせて弾いてみましょう。テンポ75です。メロディ編でもお話ししましたが、この曲の演奏上のポイントは、キューブが多くあることと、歌い出しが小節の頭ではないことです。この部分を見てください。歌い出しは、3拍目のアップストロークからです。このリの音は、コードが変わるダウンストロークではなく、音を出さないアップストロークの時に歌います。伴奏となるストローク演奏では、リズムを正確に刻むことが大切になります。ストロークが速くなったり遅くなったりでは歌いにくいですよね。キューブや歌い出しなど、楽譜にも注意しながら演奏しましょう。間奏部分は、ストロークの楽譜、タブ譜は放棄していませんが、弾いてみてください。初級プラス編のゆっくりストロークを覚えようの後編の解説でしたが、初級プラスと言いながらフラワール虹をは難しい曲です。ストロークは難しくはないのですが、リズムを一定に演奏しないと歌い出しがわからなくなります。ゆっくりストロークを覚えようで歌いながら練習してくださいね。